YouTube の皆さん、どうも上白です。はい、ついにやってきました、この時が。皆さん、以前私が動画でこういうことやったの覚えてますか？カンゴールと世界の終わりの深瀬さん、そう、ついに前ネットで注文したあのファッションブランドカンゴールと世界の終わりのボーカル深瀬さん、この2つがコラボした帽子、届きました。です。早速開けていきましょう。僕めっちゃ楽しみに今日仕事頑張ってきました。はい、めっちゃ軽い段ボール、開けていきます。あー、出てきた。いきます。3、2、1。おー、カンゴールが、カンガルーがあった。はい、こちらです。フォックスファーカジュアルっていう商品名のバーガンディーっていう色を買いました。この商品自体が8800円で、送料込みで9090円で買いました。他にはグレーとか、あとピンクっていう3色の展開です。で、僕は先行予約で買ったんですけど、一般の公開は12月の20日から一般でも販売するみたいです。で、まあ、早速こいつを使ったコーディネートとかを紹介したいところだったんですけど、まずこいつをどうして手に入れられたかっていうお話をね。そう、これ12月10日から15日まで先行予約が始まってたんですけど、12月10日朝10時先行予約受け付けますっていう時に、あまりにもその予約殺到しすぎて、もうカンゴールのオンラインショップがサーバーダウンしたんですよ、あまりの人気に。そう、もうそれぐらい人気の商品なんですよ。で、今回は私がいかにしてそのサーバーダウンをする混雑の中くぐり抜けて商品を手に入れられたのかっていうお話をしていこうと思います。題して上白流オンライン必勝法です。いきましょう。そう、今の時代こういうレア商品とか、他にも飲食店のネット予約オンラインでやってたり、あと人気のアイドルグループのチケットとか、こういうのもオンラインでやったりします。もう決まった期間、決まった時間にスタートして、決まった枚数とか決まった個数で販売しているんですけど、それね、めっちゃ競争率高いんですよ。そんな中で僕が実践して、まあ、実際に変えたこのテクニックというか、ご紹介します。オンライン必勝法その1。まず、家のネット環境を集中させる。です。まあもう今の時代、多分どんな家庭でも基本的に Wi-Fi ってついてると思うんですけど、 Wi-Fi って使えば使うほど分散されちゃうんですよ。例えば僕がスマホで Wi-Fi を使ってます。で、同じ家にいるお母さんも Wi-Fi を使ってます。そうするともうその Wi-Fi1 個のネットワークが二手に分かれちゃって、もうパワーも分散されちゃうんですよね。つまりそれを一つに集中させることによって、もうめちゃめちゃ強いパワーを持った一体ができるわけなんです。そいつで挑戦する。それがまず1。そしてその2。まあ、これは個人差とか、あと慣れとかあると思うんですけど、パソコンで買う。です。というのも、パソコンの方がまず基本的に画面がでかいんですよ、スマホよりも。スクロールしなきゃいけないんですよね、スマホは。スクロールに時間がかかります。パソコンはパッて見て、その画面上にもうすべて表示されてるんで、細かい動作が必要ないんですよね。サッてやって、ポッてやって、カタカタってやるんで、慣れてる人はパソコンの方が早いです。オンライン必勝法その3です。そのページに前もって入っておく。例えば、人気アイドルの上白くんが今度ライブをやりますっていうことがあるとするじゃないですか。上白くんのライブチケット取りたいよ、12月の18日の朝10時かってなった時に、10時ぴったしに行くんじゃもう遅いんです。その時すでにあなたは負けている。そう、もう9時50分ぐらいにはもうそのページに入っておくんです。で、時間になったら更新ボタンを押して一刻も早く入る。です。はい、そして最後になります。これがオンライン必勝法その4。これかなり重要になってきます。それが何かというと、時報を使う。は？時報？時報って何？って思う方いると思うんですけど、時報ってこれ皆さんできることなんですけど、電話で117番って押すんですよ。そうするとそう、こんな風にもうめちゃめちゃ正確な時間を秒読みで教えてくれるんです。つまり10時ちょうどお知らせします。ポッポッポッ
プーンってなった瞬間に更新ボタンを押すんですよ。そう。そしたらそのページが更新された瞬間に自分も更新する。もうね、その0コンマ0何秒ぐらいの争いなんですよね、オンラインの。本当に人気の商品です。これが今回私が実践して、実際にサーバーがダウンしている中商品をゲットできた必勝法です。まあ、他にももっとプロの方とかいるし、あと家の使ってる Wi-Fi のレベルが全然違うっていう人、そういう人たちにはもちろんこういう手を使っても勝てないんですけど、それでも誰でも始められる必勝法、まあ、これをやるとやらないじゃ全然違いますね。はい、ではおさらいしましょう。オンライン必勝法その1が、家のネット環境を一つに絞る。まあ、スマホだったらこのスマホだけに Wi-Fi つなげるとか、パソコンだったらこのパソコンだけにつなげてスマホは Wi-Fi 切っとくとか、一つに絞ること。そしてその2が、慣れているんだったらパソコンを使う。その方がストローク短くするので、一つ一つの押すとか流すとか、その時間差で決まっちゃうんで。そしてその3、事前にそのページに入っておく。そしてその4、それが時報を使う。秒単位で正確な時間を教えてくれるので、そのタイミングで更新ボタンを押すです。でちょっと細かくなっちゃうんですけど、事前にクレジットカードとか住所の登録をしておくとか、先にログインしておくとか、あと代引きとかの方がクレジットカードの入力がなくていいんで、代引きとかの方ができるんであればその方がいいですね、っていうのが実際にやって商品を入手できた必勝法でした。はい、もうほんとこれめっちゃ待ってたんで、次回これを使ったコーディネート、上白流コーディネートをやってみたいと思います。楽しみー、かわいい、そしてふかふか。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画もぜひ見てください。チャンネル登録、そして評価、ぜひよろしくお願いします。ではまた。